1月12日火曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。まずは予想天気図からご覧ください。9時の時点ですが、日本海と本州南岸には低気圧が発生します。この2つの低気圧、東へと進んでいきまして、全国的に傘の出番となりそうです。それでは改めて全国の天気をアイコンで見ていきましょう。西日本のエリアでは朝のうちまで冷たい雨や雪が降るところがありそうです。山沿いでは雪が積もる恐れがありますので、冬用タイヤやチェーンなど必ず装着するようにしてください。そして東日本でも冷たい雨、そして雪のところがありそうです。外出の際に雨が降っていなくても折りたたみ傘があると安心です。北日本では日差しが届いていても、だんだんと天気は下り坂となっていきます。そして各地の気温を見ていきますと、12日も日中でも寒いところが多くなりそうです。防寒が欠かせません。また北陸などのエリアでは気温が上がります。これまでの雪でかなり積雪が増加しているところもあると思いますので、雪崩、落雪などご注意ください。外出される場合は足元頭上に注意が必要です。全国のお天気をお伝えしました。